おはようございます。おはよう。ありがとうございます。朝からお集まりいただき、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。竜巻さん、小柊さん、ハートありがとうございます。あっつんさん、ありがとうございます。しじまるさん、ありがとうございます。はやしみん、おはよう。ありがとうございます。おはようございます。楽しみですね。テロップ入れます。おはようございます。今日の準備ありがとうございます。友果さん、だるまありがとうございます。銀、おはようございます。今日は周年ライブです。楽しみです。おはようございます。来るよって方はお気をつけてお越しください。どうだろう、今日は天気いいといいですね。今日初めてよしみに、あ、そうなんや。それお見送り会ないの悲しいですね。寒い？そうかな。ちょっと寒い外。お、亀戸席からありがとうございます。たくさん撮ってくださると嬉しいです。翔ちゃん、レインボースターありがとうございます。こんな5時からですが、お味噌汁。前髪はもうぺたんこでいくのね。そうそうそう。昼カメ子ありがとうございます。たくさん撮ってください。カメちゃん、いただきます。タコありがとうございます。楽しみですね。たくさんグッズやペンライトフリフリしてくれるとお醤嬉しい油でしてす。ある？ん？お醤して油？るよ。はい、そう、グッズとかペンライトとかフリフリしてくれると嬉しいです。暑い。ちなみに野菜って、今日はライブなんですよ。ファイト、ありがとうございます。ファイトします。頑張ります。ファイトします。よろしくお願いします。 今日受け取る方もいるのかな。よろしくお願いします。視力は悪いです。コンタクトです。お、今日受け取りありがとうございます。魂だけ参加ありがとうございます。美味しいです。染みますね。あったかいものが胃に染みます。
うん、3階からありがとうございます。はい、たくさん声出してくださると嬉しいです。だるまありがとうございます。銀ペンライトありがとうございます。ライブ途中で眠くならないな朝早いからってことですか。でメイク中はみんなスヤスヤしてるけど、いつも。昨日のライブ見たよって方いますか。現地か配信か。私は配信でじっくり見ました。レインボースターありがとうございます。兄さんありがとうございます。朝早くても食欲減ったりはしないですしない。生きてる人も多いもんね。うん、うん、あ、いっぱい言ってる方いる。マスターさん、レインボースターありがとうございます。はよさん、ありがとうございます。配信で見た、一緒ですね。え、ワルキーめっちゃ可愛かった、メカノさんの。お、もちろん見た。そうね、ありがとうございます。ねえ、若田も頑張ってすごかったね。青いボーイさん、銀だるまありがとうございます。そう、ストリートピアノの動画を昨日上げたので見てくださると嬉しいです。で、リツイートなどなど拡散してくださるととっても嬉しいので、よろしくお願いしますそう、ママが撮ってるんですよ、あれは。ママとね、いろんなとこ撮りに行ってます。朝から、そうやった、そうやった。見せていいやつこれ、うん、じゃーん。ね、朝5時からびっくりしたよ私が昨日リハーサル中にママが買いに行ってくれてたんですよね。果たしてゲットできたのか。GU とグです。グかわいい。え、チョイスって書いてる。かわいい。グあ、ゲットできたんや。やったー。皆さん何だか分かりますか、これ。じゃーん。今チーカーコラボやってて、めっちゃ可愛いと思って、でもめっちゃ売り切れててね、ママが探しに行ってくれました、昨日リハーサル中に。わー、可愛い。可愛い、可愛い。ゲットできたんや、よかった。あったの？あったん？はい、探しました。そうなんや。昨日か一昨日発売になったのにもうほとんどなくって。そう、ほとんどなくて。
しかもなんかあのサイズが本当は S なんだけども M しかなくって。あ、そうなんだ。あとは L か 3L。 これお話し会で着ようと思ってるんですよ。お話し会のパジャマデーはこれを着ようと思ってます。そう、冬のパジャマもちょうどなかったし、かわいい、ちいかわだ、かわいいかわちい、かわちいとかやつ、かわいい。そう、ちいかわグッズ、ちいかわコラボが販売されてめっちゃかわいいと思って、めっちゃ売り切れてたらしいんですが、探しに行ってくれました。かわいいね、かわいい、めっちゃちいかわ。他にもいっぱいあって、靴下なかったんや、うん、今日履いていこうと思ってた。そう、靴下とかね、あ、なんだっけ、あとあのいろいろあるんですよ、パーカーとか。靴下なかったんや、うん、あららららら。でもかわいい、めっちゃ至る所にちいかわがいて、めっちゃ可愛い。友達にも見せよう、ゲットしたよって可愛いちいかわだ。上だけ開けてあげよう。ああ、上だけ。どういうこと？ちいかわがいっぱいいる、可愛い。ズボンね、お、かわいい、ツルツル生地だ。あ、かわいい、ちいかわがいっぱいちいかわ、ちいかわ、ちいかわ、8割くりまんじゅうみたいな感じ。くりまんじゅう、かわいい。お話し会のパジャマデーのパジャマにする予定です。これ待ってますパジャマデー、これなんですよ。かわいい。普通上着見せないパーツ分じゃなくて、今そうだけど、取れたのがこっちだったけど。かわいい、売ってたんや。大人気らしいんですよこれ、大人気らしくて。よいしょ、ちいかわグッズ登場の巻でした。たいと思います。まだ早いかな、どうだろう、もう大丈夫かな、うん、大丈夫だと思うよ。よかった、思った以上に喜んでもらえてよかったですスイカはかわいい。で、なんかこれはシュシュね。これも自由だったの？違う違う、これは違う。サンコイン、あー、これあれの好きだ、あれだ、あれの好きなやつだ、うん。ズボン見れない、そうそう、話すけど言えないからねかわいい。グーさんがこんな可愛いくって、結構しっかりした生地の出されたら、ハートありがとうございます。他のお洋服屋さん売れないね、それは。髪型8割にしてきますなんでまあ楽しみです、楽しみ楽しみ。あ、おそろいいですね。そう、靴下も探しに行こうかな。靴下探しの旅が始まります。えー、あったらね、受注生産とかしてくれないかな。いや、今のとこはないって言ってた。あら、なんかあのお父さんと小学校 4,5 年生の女の子がママが行ったグーの店に来てて、うん、ちいかわのパジャマありますかねお父さんが聞いてて、横で娘さんがキラキラしてたらすいません、XL と 3L しかないんですちょっと大きいわなみたいな。で、あの丸々店だったらあるみたいですよって言うのかなんだけど、すごい変な人みたいだったな。ネットで見たらありますね。すがちゃん、うるさん、ハートありがとうございます。うん、集めかけてる、そうなんや、可愛いですよね。八割パジャマ、かわいい。どこも売り切れてるみたいで、あってよかったね。
朝からお寿司ですこれ。八割の靴下探しも旅に出かけます。でももうどこもないのかな、うん、そっちの方がね、ないサイズとかじゃないから多分見つかってどっかで売ってはる人いるかもしれないね。おじいちゃん来た。ハート銀ありがとうございます。ではでは、そろそろ終わりたいと思います。来てくださってありがとうございました。今日はライブ楽しみたいと思いますので、配信とか現地も見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。頑張りましょう。今日も朝早かったですが、お集まりいただきありがとうございました。断じゃみします。ライブ頑張ってありがとうございます。楽しみありがとうございます。楽しみます。よいしょ、配信で見ます。ありがとうございます。ぜひたくさんペンライトとかうちわとかフリフリしてくださると嬉しいです。かわいいよね。うん、よろしくお願いします。やっわー、13位、コシオさんありがとうございます。12位マキシさんありがとうございます。11位ミョンさんありがとうございます。10位マチさんありがとうございます。9位アオイボーイさんありがとうございます。8位リンさんありがとうございます。7位アバリカルビさんありがとうございます。6位ウーカメインの箱石さんありがとうございます。5位友和さんありがとうございます。4位大くんありがとうございます。そして3位はドゥル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 ン、しょうちゃんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位はドゥルドゥルドゥルドゥン、竜巻さんでした。イエーイ、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ン、マスターさんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん来てくださってありがとうございました。あのチャレンジデイリーミッションもありがとうございます。朝早くからありがとうございました。ファイト、ありがとうございます。頑張よち、頑張よち、みんなもいちいち頑張よちです。よろしくお願いします。ではでは行ってきます。次の配信も来てくれるかな。それではまたねー。